こんにちは、サラです。今回は11月の購入品を紹介していきたいと思います。でもう12月もう今年終了のお知らせなんですけど、紹介していきたいと思います。はい、まずこちら、もうパッケージがめっちゃ可愛いんですけど、クリオのベールティントバームリミテッドエディションの4番で、クリオは Q10 で公式ショップがあるのでいつもそこで買ってます。でこれを買ってみたんですけど、まあ、中身はこんな感じで、塗り心地はオイルバームって感じでめっちゃ塗りやすいんですけど、ちょっと私には薄いかなっていう感じでした。でもう一個こちら、クリオプロレイヤリングアイパレット01アドベンチャー、これも限定ですね。これもパッケージがね、私ゲームがね好きなんですけど、ほら超かわいいの、一昔前のゲームボーイアドバンスみたいな感じで、中身はこんな感じなんですけど、このブラシもね配色がね超かわいいんですよ、ユニコーンっぽい感じで、それぞれのカラーの名前もゲーム風になってて、カウントダウン、ビッグマッチ、パワーアップ、ボーナスタイムとか、ハイスコア、レベルクリアとか、超おしゃれ。カラーは濃いピンクもあるしオレンジもあるしで、2通りのメイクができるようになってます。でこれとこれがすっごいキラキラで、今手に塗ってるんですけどこんな感じ、まあ、このきらめき具合はさすがクリオって感じですね。はい、これで韓国コスメ最後なんですけど、こちらミシャのラインフレンズ限定アイシャドウ、中身はこちら、まあ、パッケージもね可愛いんですけど、この中のね配色がねめちゃくちゃ可愛いの。でね、使い心地はまあちょっと粉質固めなんですけど、もうとにかく色の配色が可愛いので最近よく使ってます。チークもねついてるので便利。これも限定なので欲しい方はお早めに、あと Q10 で買いました。はい、次こちらです。みんな大好きセザンヌの各二重アイライナー影用ブラウンです。ケイトから結構前にこういう商品がね出てたんですけど、ついにセザンヌからもちょっと前に出ました。この二重のラインを描いて延長させたり、あと今使ってるんですけど涙袋を描いたりすることができます。でこれすっごい薄い発色なので、めっちゃねリアルな影を作ることができます。こっちがセザンヌでこっちがケイトなんですけど、セザンヌの方が黄みが強いので気になる方はケイトの方がいいかもしれない。まあ、本当うっすらしか描かないからあんま私は気にならなかったけど。はい、で次こちらです。キャンディードールのブライトピュアベースミントグリーンです。キャンディードールってもうちょっと安いイメージあったんですけど、結構1500円ぐらいするんだね。ミントカラーなので赤みを抑えつつトーンアップしてくれるっていう商品で、プラスハーブって書いてあるんですけど、肌ケア成分配合かつ SPF50+ PS3+ っていうめっちゃ多機能な下地になってます。で私もちょっとこの辺の赤みが気になる時があるので買ってみたんですけど、プチプラのグリーン系下地って割とグリーンが薄めなんですよね、なぜか。だから今回もそういうパターンかなと思って買ってみたら、なんかコンシーラー並みにめっちゃ緑が濃くて、全体に塗るにはちょっと緑濃すぎたなって感じでした。でも保湿感とか肌ケア成分も入っているので、全体的にね顔が赤い人にはすごくねいいと思います。で次こちら、ヒロインメイクカールキープマスカラベース。私ヒロインメイクのマスカラがね超好きなんですけど、マスカラベースも一緒に使ったらどうなるのかなと思って気になって買ってみました。こちらがお湯と洗顔料でオフできるタイプ、白残りしないブルーグレー、ブラシはこんな感じです。で色味がネイビーって感じで、繊維がね入ってます。これを下地に塗ってヒロインメイク塗った時とメイベリン の, あのピンクのマスカラ塗った時で比較してみたんですけど、あのヒロインメイクのマスカラの時はマスカラ自体がカールキープが強すぎたのであんまり効果が分かんなかった。これとメイベリンを一緒に使った時は単体で使うよりかはカール力が
アップしました。で、他のマスカラキープベースと比べて白残りしないし、なんかそんなに液が重くないのでダマになりにくくて良かったです。で、最後こちらファシオ、待って、この商品名が消えてんだけど、ファシオのパワフルカール、ちょっと待って字幕で出します。こんな感じで細めです。で、この細めブラシがすごい塗りやすい。ヒロインメイクは上まつげ塗るときはいいんだけど、下まつげはちょっと塗りにくいんだよね。でもこのファシオは下まつげもすごい塗りやすい。で、仕上がりとかはヒロインメイクと似てる感じがする。こうカチッとなるタイプ。でファッションの方が少し乾くのが遅いような気がします。もうちょっと使ってみようと思います。はい、ということでちょっと遅れたんですけども、11月の購入品紹介でございました。ぜひ気になったものがあったらチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。